住宅工事に伴う電気工事の流れ、着工前の風景、ここから家作りがスタートします。建物の土台となる基礎工事、基礎の上に土台、柱、棟など建物の骨組みを組み立てていきます。屋根の下地を組み立てていきます。建て方完了、上棟式、餅巻きを行います。外部に合板を張り、建物の強度を高めていきます。外壁を張る前に雨漏りをしないように防水シートを張り、外壁下地を加工して、その後外壁を張っていきます。Go into a house。 建前後の内部状況。これから配線工事のスタートです。最初に電気設備、配線ルートを図面で確認。1、コンセント、スイッチボックスの取り付け。スイッチ、コンセントを取り付けるための専用のボックスを壁の内側に取り付けます。2、配線工事、コンセント。電線にも多種多様なものがあり、住宅の電気系統配線に用いられる専用電線を使用します。コンセント、照明、電気設備の数によりますが、配線の数は1本から数十本になり、各部屋ごとに分けて作業を行います。3、配線工事、照明、スイッチ。この他にもテレビ受信、インターネット設備の配線工事も行いますよ。4、鉄線、電線接続。電線を専用の差し込み電源コネクターを使用し、コンセントには 100V が使えるように、照明はスイッチのオンオフで明かりが灯るように、電線同士を接続していきます。最後に接続部保護カバーを取り付けて配線完了。配線完了後、大工さんの内部工事が進んでいきます。5、内壁工事終了後のコンセント、スイッチボックスの開口。壁や天井にスイッチ、コンセント、照明器具を取り付けるための開口作業を行います。6、天井照明の開口。
天井、壁の仕上げ工事が進んでいきます。いよいよ完成間近。照明器具やコンセント、スイッチの取り付けが始まります。7、照明器具、コンセント、スイッチの取り付け。壁紙を傷つけないように慎重にコンセント、スイッチ、照明器具を取り付けていきます。現場では女性電気工事士も活躍していますよ。女性ならではの繊細かつ丁寧な仕事が際立ちますね。皆さんが普段使っている電気は、このように我々電気工事士が責任を持って安全に使用できるよう施工しています。電気工事士の仕事は大変なところもありますが、それ以上にやりがいのある仕事です。建物は長い間残ります。自分が作り上げた電気設備の達成感や喜びはひとしおです。営業、設計、施工、管理までさまざまなスキルが身につきます。ぜひ一緒に地域に明るい光を灯していきましょう。新潟県電気工事工業組合魚沼支部青年部。